最近のですね森友問題家計問題ですねこういったもので新聞とかテレビはですね官邸主導はけしからないとかですね一強であるとか安倍おろしというものに相当力を入れておりましてこれの仕掛け人はほぼ朝日新聞なんですけれども多くの人がですねやっぱりテレビとか新聞を見ますので。 全体像が見えなくなってしまってですねえっとまあ憲法なんかよりかそれより先にですねそういった問題点現在の安倍政権の問題点をちゃんと明らかにしなきゃいけないとこう言ってるわけですが私はまあちょっと引いていつも見てるもんですからもう残念でしょうがないというか私は別に安倍政権をあの <laughs> 支持してるとかそういうことないんですけどですね何が残念かっていうとですね第一に えちょっと前ですね今から10年ぐらい前はですねその2つのことがものすごくマスコミが叩いて我々国民が支持したんですがその1つはですね中央官庁の力があんまり強すぎるということですね一つは霞が関のもう政治家ですら我々が選んだ政治家ですら霞が関詣でをしないとダメだとそれからもう一つは天下り問題ですねこれも非常にけしからんと例えば 厚生省の年金関係の局長あたりはみんな甘くだりいいとこに天下りしてですね退職してから2億3億の金をもらうというそれについての批判も新聞テレビがやったわけですね。それでまあ一つは三位一体の改革っていう言葉をまあ多くの人が聞いたことあるんですけど中身はあんまりよく知らないんですよね。それ何かとといいうう今まで税金っていうのは 国が握ってたんで中が中央政府官僚が握ってたわけです。それで非常に細かいところまで地方までですねその税金を分配するその権限っていうのは権力っていうのはこれが一番強いわけですけどもこれは首相にもなく政治家にも大臣にもなくもっぱら官僚だったんですよ。だから今度セクハラ事件で問題を起こした財務省の次官とかですね大蔵省次官とかですね 主計局長とかこんなののはもすすごい力があったわけですよだってお金を配るっていうのが一番力上がるんですね。ところがこの三位一体の改革でですねお金が全部まあ財源ごと移動するっていうちょっとこれも難しい言葉なんですがそれで結局ですね分配するその権限っていうのが地方にかなりもう相当移っちゃったんですよね。 で、かなりの移るとですね、これ何でもそうなんですけども、2、30%パートも移るともうほとんどないに等しくなっちゃうんです。なぜかって言いますと、もう固定的に必要なものがありますからね。だから、最量で、こう、じゃああなたのところにつけようかなんていう金はそんなに多くないんですね。まあ、そんなに多くないってのは国庫ですから、何兆円の規模になるんですけども、まあそれでもそうなんですね。それで結局どうなったか。まあこれはあの、えっと、ある意味で、 小泉内閣の功績なんですけども三位一体改革のあと我々の税金はですね地方の方が <laughs> 分配する権限を持って中央の官,官庁の力が落ちちゃって結局ですね政治家も地元の方に注目しそれからあ中央官庁の力にもう出る政治家とかぐっと減ったんですよ。 これはですね。いいかどうかわかんないんですよ。中央中央が権限を持ってたはいいかもしれないけども、もマスコミが主張し、評論家が支持し、我々国民も支持した結果になったんですよ。これが力を失った中央官庁が力を失って、それでリベンジしようっていう風うに思った一つの理由なんですね。から、もう一つ天下り禁止ですよ。これはですね。まあ、従来はまあ野放しだったんですよ。言ってみればですね。 それがあのー、まあ首相官邸に人事局みたいなのができてですねもうすごい簡単に言えば官僚のそのどこのポジションにつくとか天下り先どうなるとかいうのがですね全部監視状態になったんですよ。全部監視されてるわけです。それで監視をちょっとでも違反すると前川直みたいに <laughs> やられると天下りでやられるっていうようになったわけですよ。そうすするとですね 今までは上司の顔色を見て、甘くり先に悪くないようにと思って努力した官僚がですね、もうがんじがらめになっちゃって、それで結局甘くりうまくいかないんですよ。予算を配る権限も失い、甘くりもうまくいかないと。なら俺たちはせっかく公務員試験受けて東大を受けてなんだと。まあこういうふうになったわけですね。それは、 我々の希望だったの。国民の希望。まあ、少なくとも表面上は国民の希望だった。新聞とかテレビは汚いんですよ、本当 <laughs> 今、新聞やテレビが非難している、現在の内閣のいろんな一教だとか、官邸主導だとかいうのは、実は我々が希望したことなんですよ。マスコミが、官僚を叩き、政治家を叩き、それで天下りをやめて、やめるようにして、 それから中央官庁の権限をぐっと緩めたとその結果のことが今起こってるんですよそれをどういう今度は言い方にするか昔は天下りけしからんっつった人たちが新聞とかテレビのコメンテーターそれから新聞そのものを思うんですよ今まで天下りけしからんっつった人たちが今何つってるかって言ったら官邸出動けしからんっつってるんですよでもう一つ手をつけたわけですね安倍,安倍さんがそれが岩盤規制だったんです だあの中央官庁が金を配る権限を減らしそれから天下りするチャンスを少なくしかつ今度はですね何しろ今度の家計学園のことでよく分かったように要するにだと、ね、え首相官邸が家計学園の開校を認可するとは何事かとこう言ってるわけですよ。 何言ってんのってこれ政治ですからね。僕らはそのために選挙してんですから。だから三位一体改革、つまり財,税財源の地方異常、それから内閣の人事局、天下り禁止ですね。それからもう一つは考えられる。岩盤規制の撤廃。この三つがですね、まあ日本の政治を良くするだろうと考えられたわけです。というのは例えばアメリカがいいわけじゃないんですけども、 アメリカはまあよく知られてるように大統領が変わったらですねええ国務次官とか軍国次官法とか下の方まで全部変わるんですよまあなんか僕聞いた時に1600人変わるとかなんか政権によって違いますけどねだから言ってみれば日本ですと主だった時間ですねそういうのが全部局長とかだーっと変わるっていうことなんですよまあそういう政治体制なら選挙の結果が生きるわけですよ選挙した人が 自分のの考えのように行動するだけど日本は違うんですね二重政府なんですよ我々の投票権っていうのは選挙権とはもう1分の2ぐらいしか役に立ってないんですよ確かに自民党とか安倍さんはまあ選べる、まあ、安倍さんも選んでると思うんですねところが官,官庁は選ばないからこれは言うこと聞かない家計学園ではっきりしてるんですけどだから実行されないんです選挙の結果がまあ それ,もそれでいいかもしれないんですよ。それ,はそれでいいって言えばいいんだけど、我々10年前、それを叩きに叩いたんですよ。朝日新聞をはじめとした新聞、テレビがですね、えー、中央の財源が良くない、三位一体改革を進めろ、天下りを規制しろ、そのためには首相官邸にちゃんと監視機構をつけろ、規制が岩盤規制だから、これを緩めろと、こう言ってきてですよ。 それに応じて日本の政府がやってきたことを今度またそれを批判してるんですよ。これが現在のところがね、現在のその新聞、テレビなんですけど、みんなまず忘れちゃうってことですよ。忘れてなくてもね、これだけ1年半にわたって間違いのキャンペーンを続けられたらですね、どうにもなんないんですよ。私もテレビに出てですね、それ違いますよと。 なんんか首相官邸主導じゃありませんよとだって官邸主導でやると前川さんみたいな問題が起こるつまり官僚の天下りを規制しようとしてああいう問題が起きるもちろん恨みを持ってる方は絡めてから来ますからね安倍さんの知り合いがいるじゃないかとか、えー、資料を書き直したじゃないかとかこういう絡めてから来るんですけれどもそれは攻撃するための絡めてなんですよし主たる筋は 3つなんですね今の場合、えー、財源の地方異常による中央管理の権限の弱体化それから天下り禁止のための首相の人事局あの総理官邸の人事局それから規制を緩めて日本の経済を活発にするための岩盤規制の撤廃これをやってるわけですよこれについての反論はないんです実はどうして反論がないかっ言うと自分たちが主張してきたからです だけどそれを防配するために絡めてからいくんですね。首相夫人がどうかとかそれから書き直したんじゃないかとかですよ。8億円どうしたってところはみんなこれはさまつな問題で例えば8億円でしたら私が言ってるように国家予算100兆円に対して8億円それは300万の収入の人が家庭の中で誰かが20円余計に使ったっつって文句言ってるのはなもんだと。この入れ違いに 気がつかないようにやってるわけですねマスコミが。